Hey, what's good? What's good? What's good? ちょっと待って、結構音入ってる気がする。 BGM 下げます。このくらいでいいか。あ、おじまいの引き続き来てくれてありがとう。クレハさんありがとう。フライさんありがとう。タイラさんありがとう。さあ、ここからはですね、私マイナーが、土地狂っていく様を見ていただく同時視聴配信となっております。まずですね、どういうことをやるかっていうと、歌のプリンス様っていうゲーム、アニメ、コンテンツがありまして、そのコンテンツはね、もう10年以上続いている結構モンスター級の、コンテンツなんですけれども、なんと、歌プリはいつも毎年毎年エイプリルフールネタをねやってくれるんです。で、何がすごいって、それを半年後とかしばらく経った後に現実のものにしてくるところですね。なんかT シャツ、コラボ T シャツを作ったりだとか、コラボ、まあ、グッズ作ったりとか、フレグランス作ったりとか、いろいろやってきました。だから毎年プリンセスとプリンスのみんなはこの4月1日、今年はたっぷり何してくれるんだろうっていう感じで楽しみにしているわけでございますね。さて、でその歌プリが、今年のエイプリルフール企画がなんとですね、プリンスの皆様がYouTuber になって動画をね毎時配信してくれるということでございます。もう衝撃的すぎる。で、配信ねやって楽しいかなとね、検討するためにいくつかも見ているんですが、いやもうYouTuber やわ、マジで YouTuber。 そのシャイニング事務所というね、メインのキャラクターたちが、メンバーたちが、所属している事務所の、まあ、チャンネル、シャイニングチャンネルがですね、シャイニングチャンネルの URL は概要欄に貼ってございますので、そちらからまず飛んでいただきまして、それをまず飛んでいただきまして、ちょ、猫が邪魔してくる、ちょっと見ていただきたいんですが、今現在で現時点で
もうすぐね多分8時を超えましたので新しい動画がアップされると思うんですが、現時点で、動画の本数20本1日で20本上げてくれるんだよ、やばない？しかも毎時毎時あのその時間に沿ったような内容を持ってくるという、あのオタクを殺しにかかっている公式ですね。で、あの見ていただきたいものが一つあってですね、今回の私のサムネですね、サムネどうやって作ろうかなって、あの熱が入りすぎた結果が、こちらです歌プリシャイニングチャンネル24時間配信企画同時視聴っていう形で、これだけのために、私マフラーを黄色に調整いたしまして、推しのカラーを身にまとって本日はやってまいりたいと思います。今日は一段と饒舌でなはずですオタク特有の早口で、あの歌プリっていうのもね、これ公式 の、 あのロゴに寄せてますから、カラーリングも何から何まで。でシャイニングチャンネル、YouTube のね、あのシャイニングチャンネル公式さんを見ていただくと分かるんですが、こちらも、頑張ってなんとか作りましたこれを作ろうと決めたのが3時半、このサムネが出来上がったのが、ですね7時です朝7時、そこから、6時間ほど睡眠をいただきましての今日でございます出来上がってる出来上がってる、はい、でですね、なんとこの配信に間に合うかのようにですね、午前中になんとあの10時頃ですね、私がすやすやと眠っている頃に、ちょっと待ってくださいね、一旦これをないないしましょう、ないないするんじゃなくて、待って小さくしよう、小さくしてどっか置いとこう、どこ置いとく、左上に置いとこうか、よし、はい、ないないしまして、これをね、フレームあこの辺がいい、この辺がよし、はい OK で、間に合うかのように、昨日だったっけ、いつだったっけ、行ってた駿河屋で、あの中古ユーズドをポチった、なんと推しのプリンスキャットシトロンとグラナータが届きました、イエーイ、ちょっと袋から出していきたいと思います。かわいい、初めてのプリキャ嬉しい、あーかわいい、大事にするからね。ボールチェーンがついてて、体長はおよそ20センチくらいかな、20センチくらいで、ここに定規がありますでしょ、あ、15センチ強ですね。で、かわいい、かわいい、グラナータっていうのが、黒崎蘭丸というこれから出てくるキャラクターのですね、をモチーフにしたプリンスキャットでございまして、右目が、赤色、左がシルバーっていうねオッドアイなんですけど、いやかわいいね、かわいいね。でお手手にマグネットがついてて、こう聞こえるかな、ダメだ、ハグっていうかね、こう手をつなぐみたいな風にポージングもできます。はい、シトロンの方、最推しシトロンの方を出しておきます。いやー佐川急便さんマジありがとう。おなんかこれ、あタグついてる、これすごい、ほぼ新品ってことじゃん、嬉しい。あとはね、天草シオンのペリドをね手に入れたらフルコンプでございます。いやーこれでイベントの時にトートバッグとかにねこれつけて一緒にお出かけできるってわけですよ。これ一つあるだけで写真の映え度が違うんですから。やだかわいい、ストローメガネしてるの、そうなのうーこれちょっと後で配信、これね、本日の配信ですが、注意点が1点ぐらいしかないんですけど、1点ございまして、
ですね、どんな質問をしていただいても構いません。そういうところは特にないです。なんですが、これ、本日終わりまで動画が上がると予想されますんで、ね、のでもしかしたら耐久配信の可能性がございます。なので、ご飯食べたいよ、お風呂入りたいよ、明日仕事だよとか、もう眠たいよっていう方、全然自由に離脱していただいて、全く問題ございません。お付き合いいただける方は最後まで一緒に見ようねっていう感じでございます。あ、プリキュアかわいい。あ、かわいい。両手にギュッて今持ってるの。かわいい、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 かわいい。爆発してる。やだ、かわいい。並べて、じゃあ2匹も一緒に見ようね。草。いや、もうかわいいね。ちなみに私ね、夕飯っていうか今日なんか食事とってないんで、何か食べながらやろうかなと思っています。ちょっとね、まず私の大好きな無印のもちチョコレート、チョコもち、え、チョコレートもち、ちょっと一ついただきたいと思います。その間にですね、皆様は概要欄にございますシャイニングチャンネル YouTube のね、チャンネルにご訪問いただきまして、まずはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ぐるったね、今ね、一瞬ね。あと見ていく動画の順番も、概要欄に書いてありますので、そちらをご参照ください。この順番に見ていきます。で、動画がねアップされた時間を見ていただくと分かるんですけれども、昨日の夜0時から始まりまして、毎時毎時更新されているという次第でございます。オタクは忙しい、今日忙しすぎ。さあ、皆さんのね準備がよろしければ、一番最初の動画である、ちょっと待って、私が見れない、待って、どうしたらいい、これ一番さ、え、待って、ああ、ページが小さすぎるね。 Alright、 どこ見たらいいの。どこ見たらいいの。概要欄にございます。一番目の0番目ですね、ごめんなさい。0番目の、なんかどっかでミスってる気がするな、でもちょっとこれ、まあいいや、0番目のものから見ていきたいと思います。一番最初に上がった動画ですね、24時間配信しますっていうような告知の動画になるんですけれども、こちら行っていただいて、一旦一時停止しといてもらって、私が、3,2,1 スタートのスタートのところで、等で、再生ボタンを押していただければ一緒に見られるかなと思います。それではもうサクサクいきますよ、本数多いんでね。どんどんいって、どんどん限界化していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは Are you ready? 3,2,1 スタート。シャイニングチャンネル始まりました。うー、わー、全員揃ってる。 OK、 ハローワールド、おとやー。おー、なんかおもろいこと、まさとー、あ、採用し、レンレン、かわいすぎかよ。マナペティー、ナツキー、今そう言うて、テレザシャルビダンスシャー、はーい、あー、メロメロチューねーん、 1000% いくぜ、全開ショー。おう、あー、かわいい、セシルー、午前0時のレイちゃん、
何言ってんだお前、何言ってんだお前頑張れシンクロ、あいー、うう、カミュー、始まりましたね。わあ、ちょっと、わあ、スペシャルな企画だった、企画すぎる。これね、全員今自己紹介したでしょ。それぞれのなんか曲の歌詞を盛り込んで自己紹介してましたね。24時間配信耐久やな。なんかこのマー様マジでビジュアル良くない？1時間に1本、合計24本、頑張りすぎでしょ。姉様今日の服似合ってる。ソロ企画動画めっちゃ YouTube っぽくない？なっちゃんかわいい。いや、ショーはやっぱおしゃれ番長ですからね、服装がすごい凝ってる。ユニット企画動画、うんうん、めっちゃニコニコしてるじゃん。カミュー、どうしたの？はい、もうね、過ぎましたけども、私さえずってましたから、その間楽しみ。お願い事です。はーい、はい、ダメダメ、禁止です。そう、今日限定なの、意味わかんないでしょ。円盤にしてくれ、買うから。うんうん、はい、みんなで盛り上がっていくよ。ふう、この人たちはですね、各自ツイッターのアカウントをお持ちなんですよ。ななっちゃんかわいい、かっこいい、このビジュアル強い。押したよ、もう。いい笑顔、みんなスーツに合ってる。スタートわー、高評価、通知オン、 SNS での感想お待ちしております。もうめちゃくちゃさ、チャンネル登録がカチラってさ、めちゃくちゃさ、ガチの YouTuber じゃんねということで1本目が終わりました。 これが、シャイニング事務所に所属をしている、スターリッシュの最初の7人と後半4人が先輩グループのカルテットナイトです。アニメではカルテットナイトの方が後に出てくるので、なんだけど先輩です。事務所の先輩って感じかな、アイドルの先輩っていう感じで。いやー、もうね、もう本当に本当になんだから本当になんだから意味わかんない日本語使っちゃって。いや、ビジュアルがめちゃくちゃ強いんです、今回。強すぎてもう頭がパッパラパーになりそうなので、こういう感じで進んでまいります、皆様。よろしいでしょうか？ちょっと待って、私、コメント見てるよね。見てる見てる。はい。なので、私の最推しは、黄色担当がメンバーカラーの篠宮夏樹くんっていう、一番背の高かったふわふわの髪の毛の、人ですね。人っていうか、まあキャラクターはキャラクターというか性格は、まあ、動画を見てたらなんとなくわかると思います。あと解説もつけていくので、早速じゃあ一つ目の動画というか企画動画をね、見ていきたいと思います。概要欄にある番号1番の URL を
開くというかアクセスしてください。なんと企画が大食い、音や時やレイジが挑戦、1万円分制限時間内に食べきれるか。めちゃくちゃさ、 YouTuber のやることやね。大食いとか食べ物企画ってあるあるだよね。でここの面白いことは、面白いところっていうのが、音や時やレイジの3人で、ユニットソングというかが出ていまして、 ROTがむしゃらロマンティックっていう曲を3人で歌っていて、ロット組、 ROT でロット組って呼ばれてます。で、オテアとトキアはもともと学生の頃同じ寮の部屋で同室ペアなんですね。でレイジが、事務所に入った時の、先輩、同室の先輩みたいな感じで、仲良しの3人組です。で特にトキアがとても健康志向というか、美容にも食べ物にもかなり気を使う性格で、太りやすい体質だから結構いつもサラダとか食べてたりするので、絶対大食いをしないっていうところが面白いポイントですね。では準備はよろしいですか？ではカウントダウン始めますよ。私の推しのシャイニングさんと出てくるかな、ちょっとわかんないけど、はい、いきましょう。それではいきますよ。 3, 2, 1 スタート。レジとかわいい、もう服装な顔、もう乗り気じゃなさそう。始まった、まさかの大食い。1万円分結構多いんじゃない？冷静でいられない時矢さん。あー、この角度か。なるなる。おお、これはかなりリスキーなことをしてますね。テロップの出方がさ、テレビ番組なのよ。おお、バカ。カレーライス、いかにかみたいな。おてはカレーが好きなんですね。ファミレスとのコラボメニューもカレーでしたね。それはそうだね。でもカレー5皿か。あ、それ気になる。気まずそう。おい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 、やってんな。まあ確かにね。茶色いな。それって天真爛漫すぎやろ。おとやすくしたかった。そう、頼みの綱だよ。オーガニックグリーンサラダ、さすがです、さすがです。一ノ瀬さん並べて、はい。これは同じ気持ちだよ。あら、あらあら。そう、ことぶきれいじの実家はお弁当屋さんなんですね。母ちゃん呼び尊いな。え？おい、何やってんだ。正気ですか。正気。あ、イチャイチャしてる、イチャイチャしてる。いや、でも時矢、時矢カラーバーと
開催日全部載せ。いや、トキヤの気持ちわかるな。いや、正気か、大食い企画あるのに食べてくるのはおかしいやろ。頑張れ頑張れ。う聞いてるだけでお腹いっぱいになってきたよ。誰のせいで。あん、しとけよ、お仕事だからね。バレた。もう食べれないデプ。あー、あー、かわいそうに。もう息も絶えないじゃん。出そうじゃん。出そうなっとるやんか。はい、ということで大成功なんだねこれがね。はい、ということで1個目の動画が終わりました。いや、大食い企画かわいそうにね、時はすごい巻き込まれちゃってて、まあ、こういう感じで、あの、仲のいい先輩と後輩の動画でしたね。いや、お腹空いてきちゃうな。さあ、サクサクいきましょう。次、2番の URL にアクセスしてもらえると、あれ、ちょっと違うかも。待って、ちょっと待ってね、 URL 貼り間違えてる可能性が。あ、大丈夫だった、合ってる合ってる合ってる。2番目の URL、ミッドナイトルーティーンってやつですね。神宮寺蓮のリラックスタイムってやつです。あ、新しい動画上がってる、もしかして上がってんね。ちょっとじゃあ URL を先にデカデカとデカデカと書いてありますけれど、ちょっと URL をちょっと先行してアップデートしておこう。あれ、間違えた。OK、かわいそう。2番のミッドナイトルーティーン、神宮寺蓮のリラックスタイム。神宮寺蓮の、事前情報をお伝えしますと、神宮寺蓮っていうのは、御曹司、神宮寺財閥の御曹司の一人で、まあ3人兄弟の末っ子なんで、まあ学生時代はちょっとすれてたわけですね。すれてたというか、なんかね、ちょっとやさぐれちゃったみたいな時がありました。でもまあそれも乗り越えて、アイドルになったわけなんですけれども、外国人みたいな優雅な生き方をしている人ですね。お金持ちのボンボンだったのもあるし、あとラブに生きてますね。セクシー担当です。ということで、神宮寺蓮、蓮様のリラックスタイム、どんなものなのか見ていきましょう。これはちなみに18時間前なので、なんか2時ぐらいだったかな、1時か2時ぐらいにアップされたものです。だからミッドナイトルーティーンっていうね、そこもまた面白かったりして、もう今日は多分プリンセスプリンスで寝てないと思う。ファンの皆さん寝不足よ。寝てなんかいられないんだから。はい、ということで始めていきましょう。カウントダウンいきます。 3,2,1スタート。おお、2時ですね。 One day at midnight。 おお、ちょちょちょ、服を着ろ。服着よ、優しい。服を着ろ。いいことですね。バラとか浮かべてそうですね。レンズ見たないと。
うんうん、おーさすがアイドル、うんうん、もう肌強そうなんだよな、うんうん、プレゼントされそう、いっぱいコスメ系女性から。なんかこれちゃんとさ、なんか音入ってるのすごくない？私ちょっと黙るね。キナズレ、キナズレの音が入ってる。おかえり。あーラフですね、エッチですね。かわいいかわいいしか言えなくなっちゃう。ほうほう、そうだね、アイドルだもんね。そう、おねぼうさんな。おー急にささやくな。え、こんな時間に食べんの大丈夫？トキヤに怒られるよ、トキヤに。いや寝たらいいのよ。おしゃれ。え、美味しそう。ゲーム。VTuber か。3時に何食ってんの、マジな。そう、ゲーマーなんですね、実はね、神宮寺蓮は。ゲーマーというか、ゲームをするんですよ。しかも後で出てくる三風愛っていう、あの別のメンバーと一緒にやってる。え？おお、足クソ長、めちゃくちゃ、夜中に運動すんの？夜中早朝だよもう。夜中にやるな、寝ろ、マジな。その通りなんだよな。なんかよく YouTube である企画だね、このなんかストレッチとか筋トレ動画。まさか蓮様から出てくるとは思わなかったけど。寝る前にさ、ワイドスクワット、軽い運動とストレッチは寝る前にやるとね、リラックス効果があるからいいけど。うんうん、マジそんなにやんの？うんバカかそんなこと、そんなこと言ってる場合か。優しい。なるほど、これ伸びるね、よく伸びるやつですねこれ。カウントダウンタイマー入ってる。ちょっと待って、いいねその調子。喋らんのかい。本当に。反対もやる。まあまあちょうどいいぐらいの運動量かな。いやもう朝や。おやすみだ。生まれたままの姿。おお、なんか言うとりますよ、なんか言うとりますよ。ダメだよ、死人が出るよ、近づくな。おやすみ。
う、はグッナイトじゃないもんね。目冴えたわ、無理無理。おお、エイプリルフール広告これ欲しいよ。でもグッズ化してください、お願いしますなんかさ、なんかロゴがさ絶妙にクノールさんみたいだったことない今マグカップ お気に入り、最近はこれを気に入ってるって言ってたやつだよね多分。うわー、そういうことやってくるんだからもう。いやー、やっぱ愛の伝道師はちげえな、やることが。ミッドナイトっていうよりかもなんかアーリーモーニングって感じの時間でしたけど、あの CV を担当されている諏訪部純一さんもなんかあのいつ寝てるのっていうぐらい結構夜遅くまで起きてらっしゃるので、なんか結構歌プリのキャラクターっていうのは演者さんのあのなんか癖だったりとか、なんていうの、一心同体みたいな感じで演者さんのなんかこう性格だったりとかルーティーンだったりとか、そういうのもなんかうまく織り交ぜてコンテンツをね作ってるんですよね。あの公には言ってないけど、ファンからするとあれこれってみたいなのがねいっぱいあるんだよね。それでは次、番号3番の URL に、アクセスしてください食べ物の音、ことぶきれいじのグリーンフードで ASMR。 いや ASMR ね、 YouTuber あるあるですからね。これを持ってきましたか、グリーンフード。お野菜とかなんかよくね音が出るものとかでやるんでしょうね。はい、それでは準備はよろしいでしょうか、参りますよ。 3,2,1 スタート。ラフな、なんて、でちゃーん、うん、なわけななわけなるほど、うん、はいでしょうねパパ口で言うんだ、うん、よく噛まずに言えたね。ほうほう、うんうん、無邪気だな。全メンバーの中で一番年上です、れいちゃんは。イエーイ、気になる。うん、なんで、あるやろ。レッツラゴー言うてありがとうあるよね、あるよね、あ、いい音、いい音。入れすぎ入れすぎ入れすぎ、はいはい、そうだ ASMR だった。結構飲んだね。わかるわかる、ファンじゃないって許さないダジャレレベル。そうね、これ
セレクションがわからん。れいちゃん、キュウリとかさ、キャベツとかさ、あったやん。セロリとかさ。どうしたどうした。いや、なんでグミにした。グミ落とせんやろ。だからマシュマロも落とせんやろ。でかいのか。まあ、れいちゃんが可愛いからいいか。はい。え、一口でいくの。大丈夫そう。もうぐ、いや、ちぎって食べて。あ、いい音。はい。うんうん。ほう、なんだろう。緑色のしょっぱいもの。は？おいしくなさそう。なんかおいしくなさそうなんだけど。お母さんが作ってくれたのか。うんうん。唐揚げ食べたいな。どうした？なぜ？え？大丈夫そう？何が入ってたの？何入ってたの？母ちゃん呼び尊いな。お手紙。わあ、辛そう。優しさ。おお、オリジナルグラス。めっちゃいいね。さらばだ、サラダバーもうね、そろそろ絶滅危惧種みたいなところあるよね。はい、ということでれいちゃんの企画、個人企画でしたね。もうあんまり、なんて言うんだろう、一番年上ではあるんだけど、その落ち着きはないというか、そのうっかりさんみたいなところもあって、愛されいじられキャラみたいな方ですね。で、そう、弁当屋の息子なんですよ。だからことぶき弁当っていうお弁当屋さん実家でやってて、結構なんか有名なお弁当屋さんみたいな感じなんですね。いやー、でもなんでグミ選んだ。野菜とかあったじゃん。チョイスがおかしいのよ、もうそもそも。もう面白かったからいいけど。さあ、次行きましょう。4番の動画、朗読、聖川正人が読む昔話「桃太郎」。聖川正人さんのね、まあ様の、情報少々、こちらの方も、御曹司です。聖川財閥の嫡男でございまして、長男であり、なんか武士みたいな方です。堅いというか、規律を守るとか礼儀正しいとかいう感じの人で、アイドルとしては、まあ、演技を頑張っていたりとか、舞台とかお芝居に力を入れてるキャラクターではあるんですけれども、桃太郎をなんと読んでくれるということで聞いていきましょう。普通に朗読なのかな。これね、確かね、3時とか4時とかだったかな、公開されたのが。だからなんかこうリラックスしながら
聞けるものなのかもしれない。はい、では聞いていきましょうかな。朗読だからいきましょうか。3、2、1スタート。もう始まった。普通に始まるね。はい、なんかズームインしてきたけど、何、はい、うん、だんだん近づいてくるんだけど。ビジュアルがいいな。普通だね、ここまでは。本当に様、まあ、朗読上手ですね。え、うまいね。まあ、さんも上手じゃん。え、イケメンか。桃太郎イケメン。え、まあ、さんも声優になれるよ。え、マー様そんな声出るの？なんかちょっとなんか生めかしい感じだった。高いな。声そんな高い声出るの、マー様。アメージング。セシル？え？ってことは？他の？犬と猿ももしかしてメンバーっぽかった？私がカタカナだからやっぱりセシルだな。キジセシルなの？来ました。ちぎっては投げ。おぬ、え、え、え、気取った鬼の大将。ちょっと私の知ってる桃太郎と違うな。桃太郎かっこいい。
たつを飲んでるのか。三日三晩。誰？誰？浪川さんっぽいな。パチン。パテ？おかえり。おしごいすごい。え、まあさま、朗読がとてもお上手じゃないですか。この CD 欲しい。ちょっと待って、喋りたいことが山ほどある。ちょっと待ってよ。まずなんか、ちょっと知ってる桃太郎と若干違ったけど、まあ大枠は一緒でしょうっていうところで、犬、猿、キジが明らかにメンバーの一人であるセシルだったんだよな。っていうことは最初の二人もきっと猿はオトヤかな。で猿じゃない、犬か、犬は音屋っぽかったかもしれない。っていうことは猿はなっちゃんか。音屋と夏樹とマサと3人は同じねクラスだったので、セシルはあのマサとのことを結構とても慕っていて、料理教えてもらったりとかして、仲良しなんだよね。仲良しっていうか、なんかおじいちゃんと孫みたいな関係性なんだけど。だから多分その3人だよ。最後鬼誰なの。あのちょっとねっとりとした喋り方、誰だろう、わかんない。シャイニング早乙女の若い頃かもしれない。今のとこ一番面白かった、よかった。さあ続いていきましょう。ナンバー5の URL にアクセスしてください。こちらは、What's in my bag? クルスショーのバッグの中身紹介ということで、クルスショーっていうのは、まあスターリッシュの7人の、ね、メンバーの中でおしゃれ番長な、男気あふれるおしゃれ番長でございます。背は一番ちっちゃいんだけれど、とても頼れる存在というか、男気があるメンバーですね。愛知県出身なんですよ。はい、ということで見ていきたいと思います。で、メンバーカラーがね、この方ピンクでございますからね。さあ、で、なんだっけ、私の推しである篠宮夏樹と誕生日が一緒だし、幼馴染っていうね設定もございます。その2人はねクラシック組って呼ばれていて、篠宮夏樹がもともとビオラを弾いてて、クルスショーがバイオリンを弾くんだけど、そのまあバイオリンとビオラで、まあ、クラシックっていうクラシック組。はい、では行きましょう。3、2、1スタート。楽屋ですね。お、メガネしてる。はーい、見せて見せて。
なるなる、おしゃれ、かわいい、気合い入れて買うの。なになに、バニティーポーチ、そう、前のねコラボ商品ですね、これね。フレングレンスラットミスペーパーハン、え、あー、おしゃー、そう、いつもね黒のマニキュアなんですね。おしゃれだな。まあアイドルですからね。何、あー、あれね、うん、おお、そう、あ、かわいい、かわいい、めちゃくちゃいっぱいピンク持ってるけどさ、似合ってんよな。ハンカチ、いや、かわいい、ピオちゃんじゃん、なっちゃんからか。かわいい、尊いな、マジか、欲しい、うん、うわ、いっぱい入ってるね、わかる、めっちゃリアルだな、持ち物が本当に。するする、なになに、あー、めっちゃいっぱい入ってる、さすが売れっ子アイドル様、うん、オタクトークですね、助かる、いいよ、もっと語ってくれていいんだよ、もうめっちゃ付箋ついてる、えらい、ちゃんと勉強してるんだ、ん、何、マジか。やってんね、そっか、わかる、わかるわかる、でも今日私も財布忘れて一瞬買い物出たわ、で ID でスマホに入ってる ID で買った。私がクルスショーか、持ち物かわいすぎ、いやー、さすがショーだね、うん、参考になりました、うん、バイバーイ。
これかマジンダーのな、ごめん OBS の調子が悪くて一瞬切れちゃったかもしれない。いやで、ヒューガ先生が憧れなんだよね、ショーは。でね、ああいう感じっていうことですね。ただのオタクになる時があると。いやー、持ち物系もね、あの YouTube あるあるじゃない、結構やってるよね、人気 YouTuber が。なんか撮影の日のカバンの中身とかね、いつも持ち歩いてるものみたいなね、ありますから。はい、では続いてナンバー6の URL にアクセスしてください。こちらは How to 激た相島セシルのアメージングな手作り石鹸。石鹸作るんだ。15時間前だから朝かな、朝15時間前が何時間前、結構朝早朝に出たやつかな。はい、じゃあ見ていきましょう。3、2、1スタート。グネマニス、グネミリス、グネダーケース。ちなみにセシルっていうのはアグナパレス王国の王子で、なので今のはアグナパレス語です。なんかパーカー姿すごい新鮮だな、かわいい。一番年下です。グリセリンソープ、うんうん、うんうん、へえ、そうな、普通にためになるうん、え、そうなの。もう何でも独学でやっちゃうのよね、セシルは。勉強熱心だから。はーい、ガチてか難しい言葉よく知ってるね。母国語じゃないんだよね、日本語が。すごい丁寧に説明してくれる。先生や、もう。カラージェル。うんうん。配慮。あー、なんか花びらとかそういうやつかな。おしゃれ、かわいいね。うん、なんて、うんうん、え、そうなのめちゃめちゃ丁寧に教えてくれるね。なんか普通の YouTube 動画よりも丁寧に教えてくれるやん。はい、かわいい。なんかもう説明してるセシルがかわいい。うん、なんかその様を想像するだけで幸せな気分になるね。なんかどうかなって見てる。いやー、王子の風格やな。
マジで本当にハウツーなんだけど動画がマジでマジでなんか DIY だよねメンバーのカラーが作れる。用いて難しい。もうちょっと大雑把なキャラクターだと思ってた。いや、セシルはね結構丁寧に丁寧にする子なんですね。うんうん、に見てもらってこれで合ってますかみたいなやってたらマジで尊いな。いや、かわいい。あー、そんなことまで教えてくれるの。はい、うん、おー、へー、へえ、そんな風にやるんだ。ふんふん。ふん。もう。うん。おお、プレゼントってこと？いやー、綺麗。セシルの 目の色じゃん。綺麗にできたね、上手にできた。孫を見ているようだよ、ほんと気持ちが。かわいい、この笑顔守りたい。うん、美しいですね。かわいいな。うん、うん、お前が尊いわ。主が尊い。かわいい。かわいい。かわいい。セシル。ロジェ。あー。なになにこれ。ソープディッシュ。え、欲しい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 。ソープディッシュこそ欲しいわ。今ね、お風呂場に置いてある石鹸マジ直置きしてるから。直置きしててなんかどうしようっていつも思ってる。けどそのままになってる。マジでしっかりがっつり教えてくれたね石鹸の作り方。頑張って頑張って練習したんだろうな。普通に真面目な企画だったね。いやー、可愛かったな。一番年下でね、一番一生懸命いろんなことに取り組んだりとか、あとはなんだかんだでよく周りとかを見てたり、冷静ですね。やはり一国の王子は風格が違いますね。さあ、続きましてナンバーが7の動画見ていきましょう。こちらはおグループのグループ動画ですね。弱点、マサト、レン、ランマルの苦手克服チャレンジということで、これもね、同室ペアプラス同室の先輩マスターコースっていう、事務所に入ってからの時の、寮の同室の3人ですね。で、マサトとレンはもともとなんか御曹司同士で知り合いではあったんだけれど、なんか仲がすごい小さい頃は良かったけど、その後仲たがいしてしまったというか、なんか犬猿の仲みたいになってたんだけど、最近ではファンの皆さんからはビジネス不仲なんじゃないかっていうぐらいイチャイチャしてることが多いですね。で、蘭丸に関しても実は昔蘭丸は黒崎財閥の、まあ、御曹司だったんだけど、黒崎財閥はなんと、破産をしまして亡くなってしまいました。
だからもう一般人みたいな感じで、だからこの3人は一応小さい頃からの顔なじみっていうね、尊い設定があります。それでは見ていきましょう。 3,2,1 スタート。蘭丸はね、私のカルナイ組の推しですね。かっこいい。みんなビジュアルが強い。大丈夫そう？いける？正論。それな。克服できないから。あ、プロですね。プロですね。何ぬれもん出てきた。うんざりしてる。多分こう神宮寺さんはね、味音痴なんで。かわいい。あー、味音痴だから大丈夫だったか。本物のレモンなのか。嘘やろ。克服も何もよな。本人がやらないのね。マー様は？いや、そんな気合い入れんでも。くすぐり。まあ、レンがダメなやつだね。くすぐりダメだもんね。うん。ほう。いくか？おう。マー様どうなんだろう、くすぐり。おお、2人がかりで殺生な。よろしく頼むもおかしいやろ。大丈夫そう？キャラ崩れてきてない？全然エネジー。どういう顔、どういう顔してんの？マー様がそんなに乱れてるってこと？無念。いやいやいや、はい、あ、虫だ。マー様がダメなやつか。虫来い。いや、隠れてる。かわいい、かわいい。いや、あのね、レンの方がマー様より年上なんですね。なんか昔はお兄ちゃんって呼んでたんですよ。ランマルも、え、はい。いちゃつくな、いちゃつくな。そこ正論、ど正論。そうなのですかとか言って、あ、超ダメじゃん。いなくなっちゃったじゃん、マン様。大丈夫そう？あ、終わった。
終わった。あ、ちょうちょね、しかもあの聖川雅人の、CV、鈴村健一さんもちょうちょダメなんですね。だこういうとこよね、歌プリのこういうとこやで、そうやって小ネタ挟んでくる。いやでもあるあるだね、このなんか苦手克服チャレンジとか、実は苦手なものをなんか箱の中に入れておいてみたいなね、企画 YouTube でよくありますね。さあ次、ナンバー8の動画に行きましょう。眠くなってきちゃった次は、一ノ瀬時矢 GRWM、なんだっけ、グッ、あ、忘れちゃったな、何の略だったっけな、Get Ready With Me だ、一緒に準備しましょうみたいですね。一ノ瀬時矢の朝の準備、ほう、一ノ瀬さんの朝は早いですよ多分。では見ていきましょうか。いくよ、 3,2,1 スタート。おはよう。これ確かね7時か、もうちょっと前かな、6時とか7時とかに上がった動画ですね。はい、もう私は終わりそうです、一日が。ライブ配信なんだこれライブって書いてある、左上に。どこなの？なるほど、お仕事中なんですね。チューンの時はね、ある程度全体的に楽器ができるんですね。あ、日焼け止め塗らなきゃ。おお、さすがアイドル。月宮さんっていうのは先生ですね、月宮先生。うん、さすがです、見習わないと。丁寧だ。はい、本当にひどくてあー肌入れちゃったか。うん、わかるよ。うん、そうだね、お大事にしてください。いいね、この細かい音ですよ。うんうん、おー、実況してくれる。ほう。もちもち、もちもちなの時や。うわ、配慮、配慮プロ。そのセット欲しいな、売ってくれ。最近お肌トラブルが私もひどいの。
そうだね。おお、ヘアセット、え、じゃあ今セットしてない状態ってこと？どういう髪型になっているんですか？教えてください。しっかりやってるんだ。大変そうだよね、その髪。一生懸命直すの、かわいいね。いや、プロとしての意識がね、かなり高いんですね。確かに。そんなこと言われたらヘアメイクさんもヘアメイク冥利に尽きるよ。帰ってきた。あ、出た、ランチボックス。はいはい。いやー、サラダ大食い企画でひどい目にあったからね。うん、体にいいものばっかり。ユーチューバーっぽい。メガネしてる。メガネいいですね。わあ、ちょっとメガネ斜めってるよ。でもトキヤさん、はーい、いってらっしゃい。あ、オリジナルランチボックスセット欲しい。電子レンジ OK 入れ子式なのでコンパクト、いいね。出してくれよ、出してくれよ、そのグッズ。秒でなくなると思うけど。はい、ということで一ノ瀬時矢さんのソロ企画でした。いやー、こんなところまで見せてくれるんだね。これね、ちょうど朝のこう準備、お仕事とか行く人たちが準備するような時間に出てたんだよね。だから一緒に準備できるみたいな夢のようなやつですね。さて、続いていきましょう。そうこうしてる間に新しい動画が上がっております。次はナンバー9。そう、さっきの企画、トキヤが言ってたのはそのさっきの大食い企画のことだね。次、ナンバー9の動画、推しが来ました。推しが爆買いヒカキンさんから、篠宮夏樹の可愛い、背も高いしガタイも結構あるんですが、可愛いもの、ふわふわなものが大好きなメンバーでして、あの美味しい食べ物、なんかマカロンとかね、なんかそういうおしゃれで可愛い食べ物だったりとか、ぬいぐるみとか、本当に可愛いものが大好きな男子ですね。さあ見ていきましょう。私の最推しでございます。 3,2,1 スタート。はい、わー、くるくるぴょこりん、お、わー、かわいい。今日のファッションいいですね。かわいい。はい、かわいいです。いっちゃいたいと思います。の言い方めっちゃかわいかったね。
ピュア。うんうん。何円以内とかそういうことではないのね。なっちゃんらしいな。うん。スタート。何買うのかな。もう来ちゃいましたか。そう、癒され。何その顔。何その顔。何その顔。かわいい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 。私が君を連れて帰りたい。ジュルリ。あ、ちょっと不思議系男子ですね。うんうん。迷ってる。うん。あ、同室のね。うん。どうする？え？行っちゃう？行っちゃう？買っちゃう？全部買っちゃうの？なんだかんだ言って分かってくれると思う。かわいい。ギューってしたがるね。かわいいものはギューってしたくなる。うん、うん、うん、どんなお部屋なんだろう。おー、かわいいね。それはふかふかもちもちいいねやつやん。あ、なっちゃんはね、まあ、スイーツ系も好きなんだけど紅茶を入れるのがとても上手なんですよ。色？うん。贅沢。ああ、わかるな、でも。うんうん。運命か、そうか。うん。はい。なんか。やーだーって、尊い。尊すぎる、そのカラーリング。お菓子コーナーか。おお、気遣いできる。うんうん。確かに。いや、手土産とかってね、いつもギリギリになっちゃうよな。うん。うん。あ、いいね。いっぱい入ってってるよ、カゴの中に。どんなでかいカゴなん。おー、結構買うね。まあまあ、でも差し入れって言ってたから数は必要か。何その声。うんうん、かわいい。その表情やめて。かわいい。気が触れそう。ピオちゃんっていうね、キャラクターが、あのさっきハンカチに刺繍されてたやつですね。あれがピオちゃんなんだけど、あれが大好きなんですよね。うん。おー、いいの？え？ふんふん。前職。うん。え、いい、かわいい。おそろっち。とうとう。仲良し。はい？ちょっと待って待って待って。え？いや、この人怪力なんだよな。そういえば怪力なんだった。正気か。そんな君も好きだよ。うん。
絶対重いはずなのにな。抱えて帰るんかお前。うん、はいはい、バイバイ。かわいい、ボールチェーン付きぬいぐるみ。ピオちゃん、ピオちゃんメンバーカラーがあるってことでしょ。やば、欲しい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 よ。いやー、いいねいいね。なんかお買い物系もね、よくあるよね、あの YouTube でね、 YouTuber さんとかよくやってるよね。なんか買ったものをお披露目みたいな、購入品紹介がよく見る。私もなんかそれでね、あ、いいなって思ったものを買ったりとかしちゃうな。はい、じゃあどんどん行きましょう。次はそろそろみんな疲れてきたんじゃない？ナンバー10の、動画です。こちらは号泣セシルカミュの感謝の手紙大丈夫かこれ。セシルとカミュはあの先輩後輩で同室のペアですね。で、神は寒い地域からの出身で、セシルは暖かい砂漠系の地域からの出身で、あの2人でね、北風と太陽みたいな曲をね、あの歌ってたりしますが、あのと決して仲がいいとは言えないペアなんですね。それがなんか感謝の手紙に大丈夫か書けるかなっていうので、私は今一抹の不安を覚えていますけれど、ちょっとまあ見ていきましょう。カミュっていうのはなんか難しい人なんだよな。後でもっとよくわかる動画多分出てくると思うけど、実は外国人で、まあ、カミュっていうだけあって、外国人でだからセシルの先輩としてついてるんだけど、なんかね、あのシルクパレスっていう国があるんですね。で、シルクパレスの、まあ、騎士というか、まあ、女王に仕えてる身なんだけど、なんか偵察のために来てなんかアイドルやってるみたいな確か設定があったはずです。で、まあ、ここの2人のペアは、魔法が使えるっていう何でもありって。さあ、では見ていきましょう。3、2、1スタート。どんな感じになるかな。戸惑ってるやん。あ、カミュっていうのは、まあ、二重人格みたいな感じで、その表面は結構こういう感じのね、丁寧な感じなんだけど、本性が出ると結構グミンガーとかって言ったりするね。はい、かわいい、うん、お、けげんそうな顔、かっこいいですね。心当たりがめっちゃストレートに言うやん。くって悔しそう、振り回されてる。本当に一生懸命書いたんだろうな。煽ってんな。お、お手紙だ。うん、めっちゃいいやん。
満足そう。わあ。うん。お？あれれ？何今の声？かわいい。いや、こんなに日本語使えるようになったのね。本音出ちゃった本音。しかし、ああ。普通にいい手紙だね。望むところ。頑張ってね、応援してるよ。素晴らしい。いい手紙だった。ボリしちゃった。え、ちょっとカミューが何を書いたか全然想像す。カミューもちゃんと日本語書けてる、すごい。え？なんて本心じゃないのか。早送りになったかと思った。こんなに完璧主義で見た目もなんかね、美形というか美人なのに、字がちょっとなんていうのかな、なんか外国人だなって思うよね。これ感謝の手紙ですか。何、どうした、そんな、うわ、しらじらしいんだから、正論。かわいい、かわいい。いやでもね、二人らしいね。なんか本当に誠実で、しっかりちょっとんって思ってもしっかり書いてきた感じがあって、神はなんとかして回避したかったやろうな。素直じゃないね、尊いね。いや、こういう間柄なんでね、この二人は。なんかまあ一応神もセシルのことは認めてはいるんだけど、なんかまだまだみたいな感じで、結構厳しい先輩なんやな。てか全員に厳しいね、神は基本的に。氷のような人です。寒いところ出身っていうのもあるのかもしれないけど。はい、じゃあ次行きましょう。次はナンバー11の動画です。ナンバー11の動画は雑談。私のなんか配信タイトルでも見たことあるな、この格好の中に雑談って入ってるの。ミカザイのラブリルファンタジーでゲーム実況。YouTuber やんけ。あのラブリルファンタジーっていうのは、歌プリの世界にあるあのゲームのことですね。なんかそのこのゲームをそのレンとこの愛ちゃんが一緒にやってるっていうゲームな、友達なんだよね2人。じゃあ見ていきましょう。3、2、1スタート。おお、配信待機中だよ。待機画面かっこよくない？さすがだね、愛ちゃん。え、コメントある。え？
あいちゃんびっくり、生配信大金画面かっこよかった、サプライズ夢エイプリルフルさん、え、コメントがさなんかリアルなんだけど早くない、早くない、流れるのコメント、今日もかっこいいね、始まってる、人すごって書いてある、同説がすごいんだろうな、かわいいね、コメントがリアルすぎる、このぐらいの流れ方っていうことは、もう同説は多分1000人を超えていることでしょう。めっちゃかわいいね、ルーフルリプイエスト、そんなスラスラなんで読めるの、4100、え多くない、間違いない、4月1日だから4100なんか待って待って、あの動画内のここ4月1日だから4100個ね、41個じゃなくて、なるほど、配信間に合ったって間に合った人いる、よかったね、拾ってる拾ってる、ルーフルなんちゃらイエストーン、無言配信になっちゃってる、かわいい、4100回クリックする、確かにそうだよね、でもね、愛ちゃんは実はなんかこの歌プリの世界の中では、なんていうの、お客さんとかね、ファンの人は知らないんだけど、設定としてこの子は AI ロボットなんです。人間じゃないの。うん、確かによう言えるな、うん。モノグラムになってるってことね。二人のモノグラムっていう、実は愛ちゃんの曲があります。二人で行ったの？何それ？ラブリルファンタジーのグッズを買ってるレオンを見たい。かわいい。アイちゃんも若いからね。若いっていう設定ですからね。うんうん。あ、いいねいいね、よかった。なんかね、最初物語の最初の方はやっぱり AI ロボットだから人の感情がわからないみたいなね描写があったりとかするんだけど、だんだんね、なんかそれがそれを学んでいくんだよね、それが、ね、やっぱ尊くて、確かに言われとるぞ、うん、確かに、
そう、2人とも冷静だから、カミュとアイちゃんは結構あのニュートラルな関係というか、別にいがみ合ったりもしないし、仲が悪いっていうわけでもないみたいな。4100個はね、かなり時間、耐久配信になっちゃう。バイバイ。バイバイ。あ、バイバイ。ポップアップストア2023、3月1日やってたんかい。これに行ったってことだね、2人で。あ、右のやつもしかして、レンのアバターってこと？いやー、ちょっと。かわいい。こういうさ、小ネタが、いやーもう素晴らしいな、すごくない？もう手の込みようがすごい。だって全部さ、ちゃんとデザインしたってことでしょ、今回のために。お金かかってるね。まあ歌プリ売り上げありますから。はい、じゃどんどん行こう。次、当たりすぎ深層心理丸分かりスターリッシュの心理テストってやつを見ていきたいと思います。ちょっとその前に、なんかマジでお腹空いてきちゃったから、あ、これ食べよう。むき栗、オーガニック、割れちゃったむき山栗っていうのがあるから、これトップバリューのやつなんだけど、これをね開けて食べ、みんなもね適宜、本当に冒頭でも言ったんだけど、いつ離席していただいても大丈夫だし、これワンチャンかなり耐久みたいな配信になりそうな感じがあるので、あとだって2時間しかこのコンテンツ見れないんだよ。頑張って見なきゃ。さっき黒ごまんぶり食べた。いいな、美味しそう。まだご飯食べてないからな。この後何食べよっかな。20分ハンバーグ優先する？また。まあいいや、とりあえずむき栗食べながら次見たいと思います。これなんか心理テスト、まだね、楽しみ。ではナンバー12のね URL 開けれたかな。これ12分でちょっと長めですね。やいのやいの言いながら見ましょう。いくよ、3、2、1、スタート。スターリッシュ、あ、番組、おー、ちょじゃじゃん。これ私もやってみよう。当たるのかどうかは別として。犬か、うん、うん、まあ、D？ C か D かな。なんか猫とかでもね、一緒に遊んであげると懐くみたいなあるよね、慣れてくれるみたいな。どれにしよう、 C か D？ D、 まあ直感ね、 D。 うん、うん、かわいい、なでなで、うん、敵意がない。
何ね精神年齢ポジティブふんふん確かに本当やばおばあちゃんおじいちゃんってことそうだよそうだあー精神年齢高いわ精神年齢高いわセシルほうへえー、好きな人とでしょなっちゃんとバーベキューするとしたらマシュマロでしょ個人的にはトウモロコシがいいなあまりバーベキューで海鮮を焼いたことがないななっちゃんと好きな人なっちゃんとバーベキューするならマシュマロはーいなになにあいやーそうしそうあいざー一緒にマシュマロ焼こうわかるわかる。どうだよ。おお、いいな。うん。な、おかん。超ヘルシー。トキヤは絶対トウモロコシだと思った。嫉妬度やばい。100円振り切ってるやん。うん。マジか。でもちょっとゲームではそうだったかもしれない。でも、そうセシル君は純粋に愛が重めです。あ、だいぶ下がった。うん。あ、そうかもね。あ、ちょっと高くなった。情緒が不安定。いやいやいや、さっきのああさっきの虫のところを見たら冷静とはってなるよ。低いね。なるほどね。ドヤ顔待って、ドヤ顔めっちゃかっこよかった。なになに、ちょっと待って。え、めっちゃ大人やん。うん。うん。今日したよ私。土曜日はいつもお掃除の日なんだ。まあ増えた。うんうんうん、水回り水回りリアルに水回り
なんか掃除しようってなった時はさ、やっぱなんかやる気があるからおかんなんだよ、まあ様は。家事とか炊事洗濯系が得意なメンバーですまあ様と一緒。でも玄関も大事よな。寝室そんな汚くなることある？うんうん、確かに。うんうん、デスクはいつも汚いですぐちゃぐちゃになっちゃう。そう、その通り。そう、そうなのよやる気があるときにね、やっちゃいたいよね。うん、おお。まあでもこの心理テストね、そもそもね、なんか信憑性があるかどうかっていうのは分からないけど。え？セシルさっき知っとぞかわいい。何今の絡み。もう相島兄弟かわいいんだから。うんうん、あーでもこの二人はそういう感じするね。だろうね、なっちゃんはね。確かに。おっとな。どういう。あ、そうなの？なんか机の上はさ、心を表すみたいなの言ったりするよね。意義あり法廷かな。え、喧嘩にならない、素直。うーん、あ、またドヤ顔。やば、ビジュアル良すぎ。純粋さ？うんうん。うん、わかるかも。うん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 。喋る機会取られちゃったやったことなさそう、心理テストとか。うん、うん、うわ、 YouTuber っぽいわあ、いや、スターリッシュでしたって7人で言うのがな、やっぱ響きがすごい素敵なんだよな。好き。おもろいな、心理テスト。おもろいな、面白かったな。なんかやっぱメンバーでわちゃわちゃして、スタリがわちゃわちゃしてるのいいな、かわいいな。なんかそれとこれとは話が別ですみたいに言った、マジセシル本当に可愛かったな。なんだよあれ、とうとうさあ次もやって、だ徐々にさ、だいたいさ、みんな
なんかキャラクターのキャラクターメンバーのなんかキャラというか性格分かってきたんじゃないかなと思うよけどどうかな。次はナンバー13の動画を見ていきたいと思います。本当にこれ4時間ぐらいやることになるかも。なんかね、一つのさ動画を、まあ、8分ぐらいだと仮定して計算した時に、なんかまあ、10分か10分として計算した時に240って出てきて、それって4時間みたいななったから本当に耐久なんよな。明日休みでよかったね。ちょっとだけ分かってきた。よかったよかった。なんか関係値みたいなのも分かってきたでしょ、徐々に。さあではナンバー13の動画、添い寝、黒崎蘭丸と一緒にお昼寝。なんだそれ、どういうこと。これね、確かお昼時に出た動画だったんですよ、本当に。なのでこんな感じなんですけど、まあちょっと見てみますか。じゃあカウントダウンいくよ。3 2 1、スタート。走ってない？はは言ってる。あ、今の、あ、かっこいい。うん、自撮り？自撮りですか？え、はい。配信者あるある。ランマルらしい。うん、なるほど。うん、服は助かる。嬉しい。うん、あ、いいな。よくね、楽屋とかでも寝てるんですよ、この人。完璧だぜ言うて野生児風邪ひく風邪ひく。いいんですか、お隣、いいんですか。近づいてくる。そんなことないです。はい、いくらでも付き合います。ビジュアルが強すぎてちょっとドキドキしちゃう。ここ語るじゃん。わあ、素直に感謝の気持ちを。あもう何言ってたか分かんなくなっちゃった。
ずっと見られるってこと？ドキドキって。そうそうそう、その通りです。何今の言い方、ちょっと待って。好きいた。まつげ長いですね。はい、笑わないで、もうククって。はい、睡眠導入だな。あ、おやすみなさい、おやすみなさい。え、マジ？かわいい。寝てる。寝息尊い。 A few minutes later 数分後。なになになに、え、ん、ん？いい、バナナ、バナナ好きなんですよこの人。4本食べるあと4本5本食べるってこと、全部で。おはようございます。よくお眠りになっていらっしゃいましたよ。よかったね、いっぱい運動したからじゃない。はぁ、な、はぁ、うわぁ完全紹介制パーソナルトレーニングジム、ワイルドジムライズアップみたい。ネバーギブアップ。うわ、強くなれそうだな。落としてくるね最後ね。めっちゃ甘い感じの睡眠導入かと思いきや、いやもうやってくれるな。うわ、黒崎ランバル、お前そういうとこやぞ、そういうとこ。ロックでバンドマンでなんかすごいガサツかと思いきや丁寧なんだもんな、いつもね。なんかあのシャニライかな、あのスマホのゲーム、音ゲーの方でもなんか服は畳んだ方がいいみたいなことを言うんだよ。なんか服の持ちも良くなるしなみたいな。結構家庭的なよな、そういうとこやぞ黒崎蘭丸。よしてくれ、心臓が持たないから。もう軽率に、軽率にやれよ。なんかお前がいたからよく寝れたみたいなこと言ったらダメだよ、ダメだよ、ストーカーつくよ。気をつけなはれ。ふう、では次の動画に参りたいと思います。なんかさ、本当に外さ、知らんうちになんか天気悪くなったんかな。そう、ゴロ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 って言ってて怖っ。まあ別に雷は怖くないんだけど、いきなり天気悪くなった。あ、ゴロゴロ言ってる。天気崩れるのかな、嫌やな。次行きましょう。次はね、ナンバー14の動画ご準備ください。とね、次は絶対糖度カミュの至極のスイーツレビュー。カミューっていうのは、まあ、さっきねセシルとの動画にも出てきたんですけど、まあ人前では結構優しい紳士な感じを振る舞っていて、裏ではまあしっかりは しっかりっていうか、別に失礼とかそういうことではないんだけど、結構人に厳しい、言い方も厳しい、絶対零度な人なんですけど、むちゃくちゃ甘党なんですね。スイーツ大好きだし、紅茶に角砂糖なんかてんこ盛り、なんかあのデスノートの L みたいなぐらい入れるのよ。なんだからこの絶対糖度っていうね、スイーツレビューっていうのをこの人がやるっていうのが面白いっていう感じですので、見ていきましょう。それでは3、2、1、ス
タート。ちなみにむき甘栗は食べ終わりました。ごきげんよう。カンビュー、うん、表向きはこういうキャラなのよ。なんかウキウキしてるな、かわいいな。何食べるのかな。ガチガチスイーツ出てきた。どうぞ。うん、いいね。一皿目、まあまあ、飲み物ゼリーは飲み物よな。美味しそう。おお、和菓子、和菓子好きだっけ神さん。待って思ってたんと違う、めっちゃおしゃれやん。あん、あん、かわいい。コンディション仕上がってる、うん。おはぎ結構食べるね。めっちゃはしゃいでるな。カミュすごいはしゃいでる。モナカ特注サイズでかっえ待って、え直径20、え でかっいや分かるけど、わかるけど、美味しいのはわかるけど、でかない。止まらないな。たし、そういうもんやで。絶対糖度だな。はい。ちょっと口直し。おお。5個入って、今、角砂糖。ザリザリ言うてる。ストレートとは、あ、レモンでもミルクでもないってことね。私の中のストレートって砂糖も入れないんだけど、控えめ。いやでも5個はね控えめだな、カミューにしては。ほんまかいな。うん、ほんと。まあ普段はそんなにスイーツめちゃくちゃ食べるわけではなくて、なんかこう自分へのご褒美とかで食べるのかな。あ、そういうことらしいです。よかったね。カミュなんか今日ウキウキしてる、かわいい。うん、おー、アイス。そう、え、めっちゃうまそうやけど、ブルーベリーチーズ、いいなぁ、食べたい。アムってかわいい。めっちゃニコニコじゃん。だから食べてみよう。なんか書いてる、 なんか書い、え、どうした。はい、まだあるの。あー、イラストなんだかんだで描くもんね。あー、え、あ、でも、あ、いいね。でもそれ、うん、はい、いいね。なんかこれ美味しかったとかって書いとけるんでしょ。ズゴッとけ、こ、え、マジか、ラスボス来た。でも美味しそう。ワンホール、切り分けずに、ズゴッと、え、ここ、え、
直径20センチのモナカも食べてますよね。美味しそう。いちご美味しそう。なんか素敵でした。いや楽しかったけど大丈夫か、糖分。ごきげんよう。スイーツはすべて神が美味しくいただきました。すべて食べたんか。スイーツレビューノートだ。英語96ページ、ビニールカバー付き。お、ビニールカバー付きはいいですね。やっぱりスイーツとか食べてると手がね、なんかベタベタしたりする時もありますから、それでノートを持ったね、後で拭けるっていうね、そんな配慮もされていますとか言うてる場合じゃないわ。あの糖分の量が半端じゃなかった。もう糖尿病になるよ。え、気をつけた方がいい。高血糖とかになるよ。マジで気をつけて、神は長生きしてね。ってな感じで、神は本当に甘党なんですよね。今見ていただいたわかる。ズコットケーキ美味しそうだったな。食べたくなっちゃったじゃん、ケーキ。さあ、次どんどん参りましょう。時間が限られてきている。やばい、新しい動画が出ている。次はナンバー15の動画です。タイトルはタイムトライアル、夏希、翔、愛が4つのミッションに挑む。はい、ここ同室組ですね。トライアングルビートっていう可愛い曲を3人で歌ってるんですけど、この間のイベントでそれを歌ってくれました。マジでよかった。本当に最高だった。初手これだったから本当に泣いちゃった。タイムトライアル4つのミッションに挑む。なんか何系だろう。サムネ見る感じだとなんか運動着っぽいから、何か運動系のスポーツ系の何かなのかな。まあちょっと見ていきましょうか。ナンバー15の URL です。それではいきましょう。 3,2,1 スタート。走れ運べ蹴れ。うん、身長差尊いね。チームワーク。そうだね。うんうん。うん。とうとう。頑張ってー。マジか。結構ハードル高くない？うん。これ愛ちゃん大丈夫でしょ。いけるよ、ロボットだから。めちゃくちゃ高速でやるよこれ。平均台ボール。あー、いけるでしょ、バク転とかできるんだから。ロングシュート、え、そんなかっこいいじゃん。うん、うわー、楽しそうだね。なるほどなるほど。あいつ3秒ぐらいでいけるんじゃない？あっ、ぴょこぴょこする、かわいい。ロボットやからな。ロボット最強だな。素晴らしい。頑張れー。
あー気をつけて。いけるやろ。なっちゃんならいける。音が。さすが。Thank you。何そ、え、ちょっと、え、今の愛ちゃんのビジュアルやば。何何？え？二泊三日旅行？かっこよすぎる。かわいい。なあ、ただのただのてーてー会だった。あ、やばい。あ、幸せだ。え、え、なに、え、え、かわいい、かわいかった、かわいかった。壊れちゃった壊れちゃった。いやー、もう予想通りのことがガンガンに起こりましたね最高だった。この3人の組み合わせ大好きなんだよな。定定会だった。本当にもうなっちゃんがいるってだけで定点だけど、このショーと愛ちゃんの3人組はそのなんか愛ちゃんが結構無茶ぶりみたいなことを言うんだけど、なっちゃんがそれになんかわー楽しそうですって言って便乗して、ショーが冷静にあのツッコミをするっていうの出来上がってるんですねあーよかったな今の。さあさあ次も行きましょう。次はこれやばない、これやばない、え、待って、次は、ナンバー17の URL です。え、 Vlog 仕事終わり音屋とデートは、ちょっと待って、音屋さん息してる、大丈夫。なんかあのメンバーね全員私も大好きだけど、音屋さんこれやばない、生きてる、生きてそう、息してる。ちょっとデートウィズオゾヤはやばい。 Vlog っていうタイトルもめっちゃ YouTube って感じだねじゃあそろそろ行きましょうかね。はい、始めるよ。それではちょっと猫が構えてくるごめんね、今日全然構ってないね。大嫌いな掃除機はかけられるしね。はい、座っときなさい、ここに座っとき、座らんのかい。では仕事終わり音屋とデート、ちょっと発狂するかもしれない、見ていきたいと思います。それでは3、2、1スタート。猫ちゃんおいで、猫ちゃん私今から音屋とデートするから。チャリンコできたの？いいんだよ、もちろん。お仕事お疲れ様。気をつけてね。わー炎上しちゃう。
マジ？楽しみ。いいよ。はーい。緑地公園来た。音ゲーじゃんこれ。ありがとう。一口食べる？守りたいこの笑顔。一口いる？めっちゃデート。ありがとうございます。どう？ははそういうこと。うん。マジ？お仕事忙しいのに。これ夢状になるよ。大丈夫？お仕事忙しいのにありがとう。何それ？やめてもらっていいですか？はい。うん、かわいい。音符？え？いいの？え？え？いいの？いいの？本当に？ありがとう。え、マジで？彼氏じゃん、もう。え、もう彼氏だよね。はーい。うん。どこ？ここ？海、海来た。海に来ました。はい。わー、海来ちゃったな。いやー、なになに。うーん、そっか。ちょっと今ぐるぐるしたね、ごめん。終わり、もう終わりなの。照れちゃう、照れちゃうよそんな。好き。行く。なんやって。ねえ、うん、うん、いいよ。お、ねえ、な、絶対音感の持ち主かな。これ何のハッピーエンドですか？な、その顔やめてもらっていいですか？は？これ音やルートのハッピーエンドだよねこれね。何？かわいい、かわいい。そんなことないよ。とか大好きとかさ、やめてもらっていいですか。心臓持たないよ。もう帰る？うわ、ちょっと待って。あの愛の手がちょっと合ってしまった。恥ずかしい。うう。うーわー。お前アイド、は？いや、ちょっと待って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 。え？ちょっと、え？は？え？え、これ、え、これ、
ただでいいんですか、本当に無料コンテンツ。いやちょっと言いたいことは山ほどある。まず1に一時音也くん、あなたはあの国民的アイドルというか、まあ、そういう感じであのめちゃめちゃ売れっ子アイドルなのを自覚していらっしゃいますか。あの外の誰が見てるかわからないところでそういった行為は事務所的に NG なのでやめましょう。ダメですよ、アイドルですよ、あなたはアイドル、アイドルだよ。ダメダメダメ、プライベートビーチならまだしも、どこにパパラッチいるかわからないんだから。いやーもうね、アニメの時もそうだったけど、主人公、恋愛禁止って言われてるのにね、もうダダ漏れてて、もう即退学ですよ、本当に。いやもうちょっと愛がストレートだったな。あー、ドキドキしちゃった。これが乙女か、乙女ゲームって怖えコンテンツだな。よし、これ、いやちょっと待って、あのコメント欄ちょっと一旦見てみよう。死人出てるよねこれ絶対にさ。なんだこれ、尊いってか。あー、音やくん、オタクの需要分かりすぎてて大好きだよ。その通りなんだよな、めちゃめちゃわかる。3分26秒の好きなんだよねの声のトーン、わかる。いやあ、海外の人も And I just died。 死人出てるわ、出てた出てた、いやーマジでアーカイブ欲しいな。これはこれ1日限定のためにこれ作ってるんだよ、バカだよね。いい意味で本当にありがとうございます梅さん。さあ、次です。正気を保てない、今んとこ正気保ててる気がしないんだけど大丈夫かな。ちょっと待って、一回チャンネル戻って、今これだったから次はナンバー18の動画ですね。で合ってるかな、本当に18で合ってる、ちょっと待って、18今見たのか、19かじゃん。あ、ちょっと待って、18、URL 間違ってるわ。あ、てか合ってるか、私がコピペしたやつが間違ってたんだ。これでいいと思う、18の動画、はいはいはい、合ってる合ってる。サプライズ、カルテッドナイトからのプレゼント企画ということで、こちらを見ていきましょう。今23本の動画が出てるので、いやー、あと少しで終わっちゃうの、悲しすぎる、本当に。はい、ではじゃあサプライズカルテッドナイトからのプレゼント企画、18番のURLですね、いきます。 3,2,1 スタート。何をやってくれるんだろう、いいねボタンも押しちゃう、なんだろう、バンケットですね。どうしたの。わあ、いやいやいや、何でも嬉しいよ。もう、おお。スタッフから指示？何？フェイク？何何？どうすんの？お互いに？もしかしてシャッフル？うん、来た！
やば。このカルテッドナイトっていうグループはですね、なんかビジネスパートナーなんですよ。皆さん本当に仲良しっていうわけではなくて、プロとして頑張ってるっていう。いいじゃんいいじゃん、かわいいじゃん。プロだ。もうなんだろう、ん、面白、面白そう。まあそこはいいんじゃない。その困り顔、困り顔助かる。あ、やばそう。ここは不仲です。じゃんけんしなって。最年少が、グループ最年少が。何それ、かなり鬼畜だねスタッフ。なんだろう、いいね。あれ、上等。普通にプレゼント交換した、しててテーテーな。うわ、積んでる。まあそれは正論だな。言えば言うほど。なんだろう、現実の世界ではとか。お前マイボーイもいるやろがい。着るわけないじゃん髪が。うわー、詰め寄られてる。なんやその連想ゲーム。ニヤニヤすんな。喧嘩になるからやめとけって。マジか、つけてんの。うそやん。笑っちゃダメだよ。めっちゃ外光ったんやけど今。わーわーわー、怖い怖い怖い。電気落ちませんように。
見せてくれないんだ、つけてる様は。そっか、そうだよな。なんだろう、おお。そりゃそうよな。なんかすげえ甘いバニラとかローズ的な匂いがする。かわいそう。ローズ系なのかな。そこはなんか問題ない気がするんだよな。バカみたいに大きい箱。何出てきたの？ちゃんと考えてるな。いいな、欲しい。私だったら喜ぶ。のし？のし？いいじゃん別に。お肉好きなもんね、ランマル。もう欲しいよ、欲しいハム。美味しいハム欲しいじゃん。だって自分では買わないもんね、高級なハム。4人でバーベキューしてくれ、頼む。いやー、てーてーな。この愛ちゃんの背の高さがな、いつ見ても尊い。いい身長差だ。いやーよかった。カルナイ組もめちゃくちゃいいな。そのなんていうの、2人はみんな仲良しなんだけど、カルナイはそうじゃないんだよね。なんだけど、まあこのちょっとしたやりとりみたいなのがいいよな。癒しだわ。さあさあさあ、時間がもう23時になっちゃう。やだー。さあ次行きましょう。次はナンバー19の動画です。絶叫トキア愛の遊園地人気アトラクション当てるまで帰れません。出た、帰れません系。もうことごとく YouTuber やってるじゃん。ずっとやるやん。いやーこれさ、これ企画を練ったスタッフさん、マジで YouTube を端から端まで見てあるあるをかき集めたんだろうなって思うよね。さあでは見ていきましょう。ナンバー19の動画、3、2、1、スタート。わー、この組み合わせ新鮮かも。早乙女キングダム。
イトルがない。そうなの。そうなの。そうなの。そう、愛ちゃんは、ね、データありますから。AI だからさ。マジか。じゃ全部間違っていこう。いくつもあるの。ギリギリやんな。冷静すぎる。乗っておいて乗車中あるんだ。いい絶叫。声出るタイプなんだ時矢は。怖くて出ないタイプかと思った。愛ちゃんめちゃくちゃ冷静に真顔で乗ってそう。かわいい。あ、ドヤ顔出ましたね。何それ。なるほど。乗りたい。え？でも思った。モンブランもらえ、絶叫乗った後スイーツは食えんやろ。え？マジで？いってらっしゃい。宮野が出てるぞ。宮野が大丈夫そう。ヘアセット乱れてない。三半規管弱いタイプか。モンブランぜん。確かに2種類リアルさ。やめとけって。だいぶ下だぞ。待って。終わった終わった当てられないパターンだったいやー、トキアは絶叫系本当にダメなんだね。
途中でね。でもトキアは事務所 NG 出ないんだ今のでも。へえ、それはそれはって感じだね。おもろ、2人の組み合わせがまずそもそも珍しかったな。さあ次行きましょう。次トキアを大事にしてね。いつ帰れたんだろう。次、運任せ、夏木蘭丸のバーベキューでお料理配信。蘭丸はお料理が多分普通にできるんですが、夏木はあのポイズンクッキングみたいなお料理をするので、これはやばそうだな。これはやばそうだけど、推し2人の配信ということで、私はとってもとっても楽しみです。ナンバー20の20番の URL クリックしてくださいね。 2,1 スタート。楽しみ楽しみ。はい、こんばんは。うん、うん、イエーイ。うん、そうなの、やめといた方がいいと思うよ。そう、やべえんだよ、ジェノサイドクッキング。やめといた方がいいよ。カンペ？やばいって。スタッフの悪意が見える。やばいって。脳天気すぎて、やめといて。いやいやいや、あんまり工夫しない方が。食材選び大事だよ。あー、スタート。ギリなっちゃん、終わったな。終わった終わった。大丈夫くないよ。はい、好きだもんね、蘭丸が。出た。うん、この3つがね、ジェノサイド。一度持ったら戻せない。しようかな。まあまあまあ、お肉には合いそう。よし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 。頑張れー。手慣れてる感じしますね。バーベキューだもんね、輪切りがいいよ。バイト、マジか。さすが、かっこいいね。味付けがやばいって。やめたやめた。な、え、こいつらもしかしてやばい。こいつらやばいかもしれない。あ、でも、なんとなく美味しそう。
何が可愛いの。お味噌はやめとけ、やめて。なんかうまくいってそうな雰囲気は何これ。なっちゃんのまるちゃん先輩っていう呼び方好き。なんかまあでもランマル食えればいいみたいなところある。香りなんだ。本当に食べるまで分かんないよそれ。盛り付け、おお、ここまではいい感じだね。音符のイメージ。やめとけ。感心してる。ケチャップどこから出てきた。かわいい。ねえ。いや大丈夫かな、味食べてみて。なんか友情芽生えてる。大丈夫そう。はーい。食べる。食レポないの？食レポないの？そっかー、食レポないのかー。でもなんかなんとなくうまくいってたな。いつもはほんとジェノサイドクッキングで大変なことになるのに。でもね、それもね、唯一の味音痴というかの神宮寺蓮くんは食べれるんですね。舌がいってますね、完全にね。さあ、それでは、21の動画を見ましょう。わあ、本当にあとちょっとで終わっちゃう。悲しい。さあ、21の動画は、センスを競え、ショー、レイジ、カミュの生け花でアートバトル。これもじゃなんかカオスになりそうな予感。それでは行きますよ。3 3 2 1 スタート。あれ、再生された、OK、もうめっちゃ新鮮、このメンバーも。なんかね、ありがちっていうか、歌プリやりそうなのが、今回のこのなんていうの、グループ別で新曲とか出してきそうなんだよね。アトバト、プレバトみたいに言うな。かわいい、しょうちゃん。チクチク。この中で一番アートセンスがあるのはやっぱりショーじゃん。なるほど。なるほどね。そんなのあるの？
VT、V 振りがあるだと。なんでレッスン上なの。男気あふれるショー、いけばなのセンスはいかにって書いてある。いけるよいけるよ。そう、何選んだんだろう。本当？躍動感はありそうだね。なんかフェニックスみたいなの作ってる、もしかして。その辺はやっぱりおしゃれ番長ですね。カラフルで派手派手。あ、いいね、ガーベラ。いや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 、ガーベラはね、うまく刺さないと刺さりませんよ。あ、トルコキキョウいいですね。いや、カスミソウはもう万能ですから、わかる。なんか聞いた感じすごい素敵にできてそうだな。うんうん。あ、偉い。やったことあるのかな。さすがです。レイジはね、子役の頃から、子役の頃からね、芸能活動をしてますので、経験はいっぱいあるね。ミュウちゃんが一番心配だよ、私は。あー、でもそれはそれでスタイリッシュで綺麗だわ。うん、あ、カラーいいね。何色のカラー使うの？似合いますね。おお。いやー、いい。お、一番大丈夫そう。うん、いいじゃない。何する？あ、枝を入れたんですか。結構やられてます、角を。早く見たいんだけど。専門家の評価、これ見れないの？作品見せて。え、普通に上手やが。うん、これなんかいいね。使ってるのがさ、全部結構なんか難易度が高いものを使ってますね。あ、かわいい。かわいいじゃんこれ。真ん中をちゃんとね、高さを変えてるのがいいですね。一番期待してる。あ、好きです、これいいですね。
いやいいです、一番わびさびって感じでも、ショーのが一番私は好きかな。3位れいちゃん、あシュッてしてるね。ね、確かにそうね、花束みたいだったからね。優しいね、ショーね。うわー、どっちどっち。いやでもショーのが好きだな私、色合いとかも。あ素晴らしい。いやでもさ、神はさ外国人なわけですよ。うんうん、やっぱりおしゃれ番長。確かに手前にもうちょっと何かをねグッと出すようなのがあったらいかったかもね。いやなんか普通にいいもん見せてもろたわ。わあ、いやよかったよかった、なんか素敵だったな。いやだから神はさ外国人の割にイケバンできるのがマジですごいのよ。すごい勉強してるな。れいちゃんのあの賑やかな感じもね大好きだけど、ガーベラをねそうイケバネに使うのはかなり珍しいんだよね。 そもそもガーベラって茎の部分がストローみたいになってるから刺さりにくいし、あと茎が弱いからすぐ腐っちゃったりとかへにょってなっちゃうんだよね。だからあんまりイケバネ向きではないんだけど、ああいう生け方も素敵だなと思ったな。可愛い花畑みたいで私も好きだなあれはね。普通に良かったね、普通にエンタメとしてすごく良かったさあ続いては22番の URL の動画です。終わりが迫っている。あやばい、完結した、待って、完結した動画が上がってるやな。まあちょっと行きましょうかね。22番の動画いきますよ。目利きレン・セシルのどっちがリッチチョイスクイズ、どっちがリッチチョイスクイズってか、まあレンもセシルも、レンはねその御曹司っていうのもあるし、セシルは王子ですから、まあ2人とも物を見る目はあるんじゃないでしょうか。今日中に完走しなきゃね、あとちょっとだから。よし、じゃあ見ていきましょう。では32 1スタート。この豪華なセットで2人が行う企画とはセシルはちょっとラフな格好してきちゃったね。なるほど、なるほどとか分かってたけど、あそうなんだ、いいね。じゃあ札幌ポテト開けるね。頑張って、いよいよ。豪華景品なんだろう、また旅行、ぶどうジュース。うんうん、高ない。でもやばい、ぼっちゃん、ワンちゃんお前の会社で作ってるのでは。わかんないね。
飲んでみ。わかんないな。そりゃ分かれるよね。おお、さすが。ブドウジュースと似てるっていう理由で。これ結構わかるんじゃない？わー、おー、かわいい。レンがお兄ちゃんしてる。確かに。そうなんだ。初出し情報かな。魚食べれないもんね。そんなに嫌なんだお魚。かわいい。ダメだったか。フォローし合ってもう可愛いんだから。髪和紙的な。うわ、1枚10円もまあ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 高くない？うん、戻ってきた。どこまで進んだ？今ね、22の動画の5分30秒ぐらいを見てます。ほんとだ。食べてみる。もう食べてみよう。概要欄にね、URL 貼ってあるよ。どっちがいいんだろう。B じゃない？B はこう、ついてるかもね。髪すきしてる気がする。ザラザラするってことは。なるほど。お買い物
罰ゲームじゃん。確かに全部買い取りいいんかい。もういい子なんだから。何この兄弟かわいい。レンがお兄ちゃんしてたし、セッシーはマジでまんね。本当に可愛かったこの二人。なんで何今の。癒し空間すぎたわ。本当に癒し空間だった。ありがとう。この二人の組み合わせもいいな。最高に良かった。平和だったね。さあ、そして23の動画を見ますよ。あと30分で終わっちゃうんだよ。この日が終わってこのコンテンツが消えるんです。いきますよ。23はまさかの展開、音やまさとのドッキリ企画。ドッキリ来ました。もう王道中の王道ですね。この2人はね、もう親友ペアなんです。親友ペア来た。親友ペア推し息してるかな。大丈夫そう。よし、じゃあ行きますよ。3、2、1スタート。親友ペア、マー様がドッキリしてるの可愛い。近い。ビジュアルが強いですね。まさかの展開ってことは、多分音谷がドッキリを逆にね仕掛けてるパターンある。頑張れー、まあさま頑張ってね。親友ペア、あ、かわいい。ドリンクの味が変わっている。棒読み。どうした。苦しい。てか桃太郎の時あんなにうまかったのにどうしたの。無事か。大丈夫か。じゃ、肘川さん大丈夫？次はアイドルを辞める嘘ドッキリ。なかなか嘘を言い出せない。
なになになに、闇落ちよう音や。てーてーな。やっぱり。かわいい。なんだこの、この、この組み合わせ。う、胸が苦しい。てーてー、優しすぎるだろ。嘘つけないひじりかわさん。わ、思いやり。ピアノが勝手に、え、こ、怖っマジえ、ピアノ勝手に鳴り出したんだけどおいおいおい普通に最後ホラー出してくるやん、もう。いやでも、あー、音やとマサトの組み合わせ本当にてーてー、マジで、え、親友ペア本当に最高、可愛かった。なんかお互い、お互い、マサトがさ、嘘でもいアイドルやめるって言えなくて、うってなってるのもさ、それに分かっててさ、自分から早くに逆ドッキリ仕掛けちゃうのもてーてーありがとうございます、ありがとうございます、幸せになります。あー、次が最後だよ。いやー、ここまでね、なんかもうほんと4時間ぐらい想定の範囲内で来てますけれどもここまで本当に付き合ってくれてありがとう。次が最後の動画です。24番の動画をの URL を開いてください。サムネに、あ、ちょっと待って、始まっちゃう、一回よし。サムネに4月1日土曜限定特別企画24時間配信完結って書いてある。1日ご視聴ありがとうございました。11人総出演でフィナーレ。ちょっと待って、ハンカチ、ハンカチ、はあ、24時間って24分ってすごいよね、すごいよね本当に。さあ、ではでは、見るよ、最後の一本、フィナーレです。これがいきます。 3,2,1 スタート。音やー、うん、
よかった。かわいい、全部よかったよ。あ、そっか何やってんだこいつって思ったりしたのかな。まあさま、そのビジュアル強すぎるよ。ショーのさ、ジャケットとネクタイで違う柄入ってんのはさ、上級者よな。こちらこそ。はい。はい。無理しないでね。見に来てくれるの？本当に？あー、やだー。はい。ありがとう、カミュー。ついてくよ。またね、アイちゃん。寂しい。ました、ました。はい。バイバイセシル。本当に。また会おうね。うわー、待ってる。すぐ愛をささやくんだから。配慮こちらこそ、うん、うわあ、すぐこいつも愛をささやく。ああ、終わっちゃった。終わっちゃった。いやー、楽しかった。マジガチで泣いてる今。4月1日初めてなんだけど、すっごい満足度高かった。
え、それをさ、こうやってなんかみんなと見てね、私の狂いっぷりというかリアクションをなんか共有できたのも嬉しいし、え、でも終わっちゃった。でもあと15分あるから15分ある中で見直したいところがあったら、もうぜひみんな見直してほしいと思います。夢の中に出てくるって言ってたけど、興奮して寝られないのでそれはそう。あ、でも眠れない夜は僕たちの歌を聴いてくださいって、私たちの歌聴いてくださいって、なんかもう今日はスタリの曲っていうか、あ、みんなの曲聴いて寝よう朝までね作業とかしちゃったし、明日は猫ちゃんをねお風呂に入れたいと思いますので、あれも重労働で疲れるから今日はね早めに寝た方がいいなと思ってなんでべちゃべちゃやってわかんないいや感動した。なんかこうやってさ4月1日絶対にさ、なんかそのまあめたい話じゃないけど裏の話をするとさ、スタッフさんがこうやったらきっと面白いだろうみたいなのをまず企画として出してくれて、この24本の動画の構成も作って、この新しくこのキャラクターの立ち絵じゃないけどもう用意して、他の素材とかも用意して、声優さんが声を吹き込んでくれて出来上がったこのシャイニングチャンネル、1日だけじゃもったいないよ、もったいない。いやもう本当に幸せが詰まった24本の動画だったな。本当にありがとうございました。一緒にここまで見てくれた皆さんも本当に本当にありがとうございました。8時から始めてもうすぐ4時間が経とうとしております。歌配信の方からね見てくれてた人はもっと長い時間、もう6時間ぐらい一緒にね、あの時間を過ごしてくれてるんだけど、本当にありがとうございます。貴重なねお休みだったり自分の時間だったりするかと思うんだけれども、それを割いてくれてとってもとても嬉しいです。幸せを分けていただきありがとうございましたもうね本当に本当になんか一人じゃ多分このなんかこう耐えられなかったね、幸せすぎてなんかこうね外に出すことによってこうマイルドにするっていうっていう感じでした。本当にシャイニングチャンネル、いやこの後も続けてほしい。なんか円盤化してくれないかな、マジで。なんかの特定映像に入れてくれないかな。全部課金するんで、本当にお金払うんでくださいって感じで、はい、こういうねことをしてくれるコンテンツが大好きなんです私はでこれからもなんかこういうね、なんかもう 100% 200% の力でコンテンツをこうやって出してきてくれると、やっぱり 200% それ以上の力で応援したいっていう気持ちになるから、なんかこうねポジティブな、なんて力がねこう巡り巡ってっていう感じで、なんか幸せです語彙力なくなっちゃったということで、ここまで同時視聴していただきありがとうございました。次回の配信は月曜日の雑談配信を予定しております。またツイッターで告知等々するので、ぜひ遊びに来てください。なんかね月曜日だから、なんか本当に1時間ぐらい雑談となんか占いの結果を見ようと思いますあとTOEICのね、結果配信、結果報告配信もしなきゃいけないので、それも改めてさせてください。それはね別に長いものじゃなくて、多分なんか30分とかの短い配信枠になるかもしれないんですが、ちゃんと別でね用意したいと思ってますので、まだ開けてないよ、開けたけど見てない結果なので、みんなと同じタイミングで私の点数を知ることになりますので、ちょっとずっとそわそわしてるんだけど、そちらも楽しみにしていてくれたらいいなと思います。それでは今日は本当に長い時間ありがとうございました。このあと10分間あのシャイニングチャンネル堪能して、私は今日は終了したいと思いますそれでは皆様おしまいな、本当にありがとうね、おしまいな。